ヘアストーリーケーズでカットしてもらった私は、清田さんに教えてもらった三浜焼きの日の出に行くのですが、プチアクセントがテイクアウトのみで店内で食べられないの？それならいいですわと言えず、誰もいないようにメニューを買うのでした。それならとググって割と近くのモダンという店に行きました。ご紹介いたします、ノンアルコールです。初めて来られた。初めて来られた。今までの人間だけどね。三沢さんによく言われたけどね。これからも来る人が多いんで。でも今月辞めるから。42年いたけども辞める。本当？残念。まあいろいろあるわ。ここのビールを残らすの。ああ、カツナツみたいな。ちょうどいいイタリアン。ああ、新しくどっかでせえへんの。もう年焼きみたいな。若そうに見える。70になってから両辺。ああ、そう、若いね。見た感じが。見た感じだけで中はもう。ボロボロ。もう、60そこそこからみたいな。ここのビール壊さんかったらまだ5年ぐらいはね。はい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 。開店したお店もあれば閉店する店もある。始まりと終わり、出会いと別れ、感慨深いものがあります。ポエムだね、哲学だね。近くでね、サンパサさんのところ美容室の独立した子の店に訪ねて行ったんや、うん、でどっかないかに、あそこ教えてくれたけど、日の出、日の出ね、日の出行っても食べさせてくれへんの、そんな絵にならんの。もうあそこはテイクアウトだけだったな、ね、コロナからこっち、はい、YouTube が趣味やからいらんとこ開けさせてもらって YouTube は検索しようか。あ、お願いします。優しいって70やのに感覚若いやん。このポテトいただきます。日本一ノンアルコールをうまそうに飲む男。美味。ここではモダン焼きと呼ぶのかな。お店の名前もモダン。これが後で意味が分かるのです。卵飯はちょこちょこ出てます。あ、焼き豚卵です、うん、まあ口当たりがいいからね、飽きるけどね、しょっちゅう食べしょっちゅう食べます。42年、すごいね。若く見える大将。カバンですか、映っても。若く見える大将。若く見える。広島焼きとどう違うんですか。広島焼きとね、うん、麺とキャベツが逆やわ。大ひいて広島はキャベツ、うちらは大ひいて麺でキャベツが上。はあ、それまず違う。まず3つの方は全部その、この焼き方やと思う。広島はこう大ひいてキャベツにして、うん、そば、ね、うん、あと卵でしつける。それが主な違いだと思うけどね。ためになるね。ためになるよ。はいはいはい。大阪でも泉州、堺から和歌山よりはこの焼き方、うん、何？大阪の泉州や岸和田と焼き方が同じ？僕が岸和田やて、おお、この焼き方でずっと若い時に食べようって、みんな大阪とこう混ぜるやつ、うんうんうん、
でこれは三沢山焼きでしょ。何がモダン焼き、うちはもう大阪でおってモダン焼き、モダン焼き、モダン焼き、三沢焼きを求めてきた私は少し微妙だけど、三沢焼きには変わりはないか。店の名前とメニューのモダンの意味が分かりました。大阪で慣れてる私はテコで食べたいのですが、暑いのと崩れるので箸で食べることにしました。おいしい。あっち。癒しの力よ。ごちそうさまでした。初めてお会いして言うのもなんですが、42年間お疲れ様でした。うのポテトは、うのポテトを応援しています。